皆さん、こんばんは、マーティン。ではのミラクルボーイ、キングタクです。今日はですね、はい。仕事の中で気象予報士の仕事をお分かりでしょうか。やはり気象予報士は難しいもんですね。はい、屈指。まあ、どのように、まず、売れ行き、食べ物の売れ行きを予想して仕入れ、あとは農作の対策に使う、あとは船や飛行機のコースを決定する。まあ、そうですね。あとは天気の解説を徹底的に空を見上げながら。まあ、ニュースでもそうです。はい。天気図を理解して、まあ、天気予報を作る。まあ、気象衛星、ひまわりから送られた雲の様子です。はい。CG を作成すれば、これで、天気予報がわかるんです。はい。というわけで、気象予報士の難しさでした。バイバイ。